こんにちは、紹介者です。はい、今週もレベルアップライダーシリーズ新作が出ました。第2弾ですね、仮面ライダーブレイブ、タドルクエストのガシャットと同時発売ということで、今週は本当にブレイブの週ですね。はい、仮面ライダーブレイブのクエストゲーマーということですね。そりゃー、おー、もう全然エグゼイドとは、雰囲気が、異なりますよね。これブルーがね、かなりいい感じの、これメタリックカラーになってる。うん、いい色ですね。なかなかかっこいいですね。はい、腕にはね、盾がついてるあたりが、ちょっと RPG らしさがあって。はい、さらに、こちらですね。はい、レベル1の、顔。でっかい顔が、この、ね、別パーツになっていて、ここに、くっつければいいのかな。おお、そうすると、エグゼイドと同じように、ここがね、スライドできるようになってます。もちろんね、エグゼイドの関節と同じように、はい、ここね、はい、二重関節になってる。で、今回はね、パッケージが小さく、本体と武器、以外の付属品はありません。このね、レベル1のボディは、この第1弾のエグゼイドを使い回す形になると。で、この付属している武器、ガシャコンソードなんですが、今ね、炎モード、ボタン側ね、炎になってますが、反対がこう、はい、氷モード。で、この刀身がなんと、お、回転する。珍しいですね。ここまでギミック再現してる。うん、すごい。はい、ブレイブにガシャコンソードを装備してみました。はい、これで炎モードで回転させれば、氷モードと。うん、なかなかいいですね、この武器。この左腕に、小さな盾が、ついていますね。これ一応取り外しが可能ですね。で、この穴、右にもね、穴が開いてますので、右手にね、付け替えることも、はい、一応できる。穴が開いてますからね。さらに、エグゼイドにも同じような穴が腕にね、開いてますので、ここにね、はい、ブレイブの盾を装備することも可能です。どちらの腕にも装備可能。こんな感じでお互いの武器を交換したりすることもできるので、楽しめると思います。また背中のレベル1の頭部も、ジョイントは一緒なので、交換することも可能です。はい、では元に戻して、可動の方も、前回のエグゼイド同様全身20箇所以上可動ということで、まあそれなりにね、かっこいいポーズ、武器を持たせたりして、取らせることができます。同じポーズでもガシャコンソードの炎モードと氷モードでは結構ね、ガラリと印象が変わるので、これもね、面白いですね。さあ、それではレベル1に付属していた、もうこれ見るたび笑っちゃいますよね。もうネタですよね。はい、このレベル1の、ボディを使って乾燥していきたいと思いますが、まずはね、このブレイブの頭、これ、この飾りをこのようにぐるっと、はい、回転します。はい、そしたら、はい、レベル1のでっかい頭部をこのように上にスライドして、これはね、エグゼイドと一緒ですね。はい、まあ、武器を外して、そしてこの胸パーツを取り外します。足をぐるっと180度回転して、ぐいっと曲げます。かかとは、外側を向けるように、して、ちょうどゲーマードライバーの下にね、位置する、ように調整します。腕は肘を外側に90度向けて、この縦パーツを取ります。あとは、このレベル1のボディに、はい、このまま、よいしょと、セットすれば、おー、はい、後ろがこんな感じ。はい、笑っちゃいますよね。で、レベル1のボディの胸部に先ほど取り外した胸部パーツを、はい、装着して、最後に外した盾とガシャコンソードを腕に装備すれば、はい、仮面ライダーブレイブクエストゲーマーレベル1の完成です。はーい。ひどいですねー。可動については前回ご紹介しましたが、肩とね、手首が動きますよということで、
はい、うん、ブレイブのレベル1はすごいなんか違和感がありますよね。うん、まだ見慣れないですね。どんな感じになるんですかね。やっぱりブレイブもコミカルな感じで、レベル1は戦っていくんですかね。ギャップがね、面白そうですね。はい、ということで今回はレベルアップライダーシリーズ第2弾、仮面ライダーブレイブクエストゲーマーをご紹介いたしました。